NTT データフィナンシャルコアで採用担当しております高橋と申します。弊社は金融に関するシステムを作っている会社です。例えば皆さんがデパートでお買い物をする際のクレジットでお買い物をする際の決済サービスですとか、インターネットバンキング、あとは銀行様のシステムなんかを作っています。3つのキーワードで採用しておりまして、協調性、堅実性、責任感、この3つを持っている方と一緒に働きたいなと思っています。文系理系は問わず採用しておりますので、大学時代にプログラミングやったことないとか IT スキルないという方も大歓迎です。選択肢を絞り込まずに就職活動をしていっていただきたいなと思っています。理系だからこの仕事しかできないとか、文系だからこの仕事はダメだとかって決めつけるのではなく、ぜひいろいろ見ていただきたいなと思っています。その中で SE っていう仕事は決して世の中で目立つ仕事ではないかもしれませんが、なくてはならないものを作るっていう縁の下の力持ちのような存在かなというふうに思っています。でもし金融とか IT とかインフラとかに興味がある方はうちの会社にエントリーしていただければなと思います。ありがとうございました。